本近海で行われている、中国とロシアの牽制行為は、みんなももう知っているよね。これに対して日本とアメリカがスクランブル対応を繰り広げている中、アメリカ軍の超音速戦略爆撃機 B-1 がスクランブルする事案が起きていたらしいよ。これには中国もロシアもさぞ驚いたはずだぜ。領空侵犯をされてしまった日本はどのように対応していたのかな？気になるところだよね。今回は、中国とロシアの横暴と、それに対抗する日本とアメリカの実情について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。もともと、中国とロシアの両国は中ロ合同警備と称して、日本海や東シナ海を飛行しており、それに呼応するために日本も絶えずスクランブル発進を行っている実情があるよ。ことの発端は2020年12月22日、中国空軍とロシア空軍に所属する爆撃機合計6機が日本海及び東シナ海方面を飛行し、これに呼応して航空自衛隊機がスクランブルを行ったんだ。防衛省によると、当時飛行していた機体は中国空軍の H6 爆撃機4機と、ロシア空軍のツポレフ95ツポレフ爆撃機2機であったとされており、このうち、H6 が2機とツポレフ95が2機、計4機が東シナ海上の五島列島沖合の上空で合流し、そのまま尖閣諸島方面に飛行したらしいんだ。中国とロシアの爆撃機は息の合った編隊を組み、尖閣諸島手前の宮古海峡上空を飛行して太平洋方面に抜けた後、再び宮古海峡上空に戻り、今度は北上してそのまま飛び去るという謎の行動をとって日本上空から姿を消したんだけど、尖閣諸島周辺にこだわって航行したところを見ると、中国の強烈な意志を感じざるを得ないよね。今回飛来した中国の H6 爆撃機は、中国人民解放軍が装備している大型爆撃機で、ロシアのツポレフ16爆撃機を国産化した機体であり、今回コンビを組んだツポレフ95とは異母兄弟でもある機体であることから、一種の連携訓練を行った可能性も感じられるんだ。一方のツポレフ95は1950年代に開発された長距離戦略爆撃機で、B-29 のデッドコピーであるツポレフ4の発展型とも呼べる機体で、今の時代にはロートル機と言ってもいい飛行機だが、極東方面には未だに多数の機体が配備されているとされているぜ。このコンビネーション、実は2019年7月にも行われていて、その際も両国は今回と同様に合同でのパトロールだと発表しているなど、悪意があることは見え見えなんだよね。じゃあ、誰に対する悪意なのかと問われれば、日本であることは間違いないんだよな。だが、その背後に控えているアメリカに対しても何らかの意図があることは間違いないぜ。問題は、この行動を主導しているのは中国なのか、それともロシアなのかという点だな。中国にしてみれば、尖閣諸島を脱出したい意図はありありだしね。沖縄を含めて第一列島線なる防衛ラインを勝手に引き、アメリカの攻撃があった場合は南西諸島を防衛ラインにして中国本土への侵入を防ぐ意図があるわけで、日本だけでなくアメリカに対しても強烈なプレッシャーを与えようとしていることは事実だよね。実際、沖縄も南西諸島も中国様は欲しがっているぞというのは伝わってくるし、すでに沖縄本島には多くの中国系活動家が沖縄県民を扇動しているのではないかとも言われているぜ。ロシアにしても、アメリカとはウクライナ問題などで対立を深めており、アメリカプラス NATO がウクライナに関与することを良しとしない実情があるからな。ウクライナがアメリカプラス NATO 側につくことは、安全保障上看過できないとプーチン大統領も公言していることから、アメリカに対して何らかのプレッシャーを与えなくてはならない事情があることは事実だぜ。中国とロシア、両国がアメリカに対して何らかの G 行動に出る必要があったことは間違いなく、日本を出しにしてアメリカにプレッシャーをかけようとした意図は間違いないだろうね。両国のプレッシャーに対して、アメリカがこのまま黙っているとは思えないな。だってアメリカもここで舐められるわけにはいかないもん。領空侵犯があった翌日となる2020年12月23日、アメリカ空軍の B-1B ランサー爆撃機がグアム島のアンダーセン飛行場から発進し、台湾とフィリピンの沖合上空から南シナ海へ進出し、中国が実効支配している南沙諸島空域を積極的に警戒飛行したらしいよ。アメリカからすれば沖縄にはアメリカの基地もあるんだぞと言いたいわけで、見事に意趣返しに成功したのかもしれないね。ただし、ロシアには直接影響を与えないようにして、中国にだけはしっかり刺激を与えておいた、というのがことの真相なのかも。ロシアとは、先ほど述べたように、ここ数年のウクライナ危機は、本当にいつ爆発してもおかしくない状態であり、ウクライナ国境に多くのロシア軍が配置についている状況を見れば、ロシアを直接刺激するような行動は避けたかったのではないかと思うよ。というわけで、南沙諸島や尖閣諸島、
それに台湾において G 行動を繰り返す中国の身に対してプレッシャーを与える行動に出たものと思われるね。今回注目すべきは、アメリカが使った飛行機が B-1 爆撃機であることだよ。B-1 戦闘機は、アメリカのロックウェル社が開発し、アメリカ空軍が運用している可変翼超音速戦略爆撃機のことで、B 型から付けられた愛称ランサーは、槍騎兵という意味の単語であり、強力な攻撃力を誇示する名称とも言えるんだ。さらに B-1 爆撃機は、実戦経験も豊富なことは、中国やロシアも十分承知しているだろうな。直近では、普及の自由作戦アフガニスタン紛争や、イラク戦争、オデッセイの夜明け作戦リビア内戦、シリア内戦におけるコバニ包囲戦など、数多くの戦場に実戦投入されている経験値の高い爆撃機だぜ。実際、2016年から始まった北朝鮮による核実験やミサイルの発射に対しての G 行動の際には、グアム島アンダーセン空軍基地より朝鮮半島方面へ複数回飛来してその姿を見せつけており、2022年も、航空自衛隊や韓国軍との共同訓練で使用されることも多く、同盟国との連携作戦能力もしっかり誇示しているランサーという名前にふさわしい活躍を見せているよ。特に今回スクランブルを行った B-1B 爆撃機の能力は、中国やロシア、それに北朝鮮が聞いたら恐れおののくこと間違いないよね。爆撃の基本能力とも言える超低空進行による爆弾攻撃、通常の戦略爆撃、巡航ミサイルプラットフォームなどの任務を遂行するだけでなく、それらの任務を実行するために地形追随レーダー、赤外線監視装置、ドップラーレーダー、ECM システムなど充実した電子機器を搭載していることで、あらゆる困難を排除して任務を遂行できるハイスペックな機体に仕上がっているんだから。さらに恐るべき派、ステルス性能を有している点だろうな。もし、中国やロシア、それに北朝鮮だって自国領海に秘密裏に潜入されれば、なすすべもないハイスペックなわけだし、特に北朝鮮なんかは、ミサイル発射基地や核実験施設、挙句の果てには金正恩委員長の隠れ家などをピンポイントで爆撃されるかもしれないとなれば、国家の一大事になるだろうぜ。そんな爆撃機が、あえてグアムからやってきたことの意味は、中国やロシアにもわかるはずだよね。B-1B 爆撃機が実際にスクランブル発進を行った後、両国の合同パトロールは未実施となっていることから、両国に対して強烈なプレッシャーを与えることができたのは事実のようだね。ちなみに、日本の航空自衛隊も中国&ロシアの領空侵犯にはちゃんとスクランブルを行って対抗していたぜ。そもそも、日本の領空侵犯だから、まずは航空自衛隊が対処するのが基本なわけで、それでも困難な場合にアメリカがというのも、実はない話なんだよな。かつて、北朝鮮の不審船が日本海を逃走した事件があったけど、あの時も不審船に対応したのは航空自衛隊と海上自衛隊、それに海上保安庁といった日本政府の機関のみであり、アメリカ軍は一切対応していないもんね。この時、アメリカ軍が直接対応していれば不審船に逃走されることはなかったのかもしれないけど、アメリカが日米安保条約の義務を行使したとなれば、日本アメリカ VS 北朝鮮の構図が生まれ、アメリカ本土に弾道ミサイルをぶち込まれてしまうリスクは明らかに高まっていただろうね。そういう意味もあることから、スクランブル発進は基本的に航空自衛隊が対応するんだけど、今回のようにアメリカが B-1B 爆撃機を繰り出して G 行動に出たことは、極めて珍しいことと考えていいだろうね。さて、スクランブル発進って、日本だけがやっていることじゃなく、日本海の場合は韓国だってスクランブル発進を行うことがあるんだ。今回の中国ロシアの飛行について、韓国は中国から事前に航行の通達を受けていたことがわかっているよ。というのも、韓国と中国との間では領土係争地となっている伊予島の干渉を抱えており、この近辺を飛行することもあり、中国から飛行するけど帰国に対はないと、事前通告を受けていたみたい。だけど、パートナーであるロシアは韓国の主張する防空識別権を認めていないため、事前通告は行われなかったようだね。ちなみに、韓国がスクランブル発進を行ったのは竹島周辺の領空で、通告をしていなかったロシア空軍機に対してスクランブルを行った、という意味になるな。韓国自身、竹島は韓国の領土と主張する以上、スクランブル発進をしないと、お前んちに土足で入ったけど、何にもしてこなかったなとあざけり笑われてしまうから、愛しい中国様が一緒にいるとわかっていても、スクランブルをかけるしかなかったようだな。まあ、韓国らしい行動といえば、韓国らしいよね。日本が置かれている環境は、各国の利害関係が複雑に絡み合っていることから、いつ何が起きてもおかしくない状況なんだ。アメリカとロシアの事情、アメリカと中国の事情など、
直接関係のない諸外国の事情に影響を受ける状況であること、そのことを全ての国民が十分に認識しておく必要があるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の最大級護衛艦出雲型の2隻について、みんなは知っているよね。軽空母化が進められているってやつだよね。そうそう。現在、その動きが目まぐるしく変わっているみたい。2021年には実際にアメリカ海兵隊との合同訓練をも実施したみたいだな。うんうん、今回はこれら2隻の動きをまとめてみたから、それについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊全体の2021年を振り返ってみると、ヘリコプター搭載型護衛艦出雲が、航空母艦化への改修の第一段階を無事クリアしたことで、日本の進むべき方向性が間違っていなかったことを、関係者一同が無事に確かめられた一年だったように感じるね。すでに2020年より出雲はジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所での第一回目の航空母艦化改修を行って、飛行甲板の耐熱工事を完了させており、それを踏まえて2021年10月には艦載機として搭載予定の F-35 ライトニング 2B 型の発着艦テストに臨み、無事に成功させているよ。このテストについて、詳しい内容は明らかになっていないんだけど、自衛隊の公式発表から具体的な内容や成果を掘り下げていこうと思うんだけど、今回の訓練が実施されたのは、四国の沖合洋上だと発表されているんだ。だけど、現在の日本は F-35 ライトニング 2B 型を自らが所有しておらず、現在調達途上にあるよ。今回のテストが成功したのは、山口県岩国基地所属のアメリカ海兵隊に、配備されている同機が協力したからこそ実現したと言えるね。防衛省では、このテスト時の様子の一部を動画で公開しているみたいだぜ。公開されている動画は、出雲への F-35 ライトニング 2B 型の発着艦の様子を収めた2分強となっており、この動画は SNS 上でも公開されているようだな。具体的な内容としては、同機の垂直着陸や短距離離陸のリアルな運用状態を簡単に視聴することができ、軍事関係者でなくとも興味を持って視聴できると思うぜ。もちろん、この動画は世界中に公開されているわけで、中国や韓国、北朝鮮やロシアなどの近隣国でも確認することができるんだ。この動画が影響したのかどうかわからないけど、もともと日本が空母を所有することが面白くない中国や韓国は日本の軍国主義が進むことへの懸念を表明し、明らかに面白くないご様子のようだね。韓国に至っては、自国の強襲揚陸艦を空母化改装し、自らも空母所有国になる計画をぶち上げるなど、日本への対抗意識が見えているし、そんな見えだけで自国の国防をあれこれ考えられても困るだろうね。隣国がそれほど嫌がる日本の空母所有計画、その柱はなんといってもヘリ搭載型護衛艦出雲型の空母化改装となっているよ。出雲型空母化改装の第一段階として、2020年から2021年6月の改修工事が行われ、出雲には F-35 ライトニング 2B 型の離発着時に発生するエンジン排気熱に対する飛行甲板の耐熱加工が行われたみたい。見かけ上は従来とさほど変わってはいないんだけど、大きなポテンシャルアップを果たしていることは十分期待できるよ。出雲に対する航空母艦化の今後の流れは、2022年中にアメリカ本土の東海岸の基地に出雲が直接出向き、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けることが予想されているね。この認証は1年程度時間がかかるものであり、スムーズに行けば2023年から2024年にかけて出雲が日本に戻ってくることになるんだけど、その後も出雲はアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の協力を必要に応じて求め、離発着訓練などの艦載機の運用ノウハウの蓄積に努めるものと思われるよ。そして、2025年に2度目の改修工事を行い、飛行甲板の形状に手を加えることになるんだ。現在の甲板先端部は台形になっているんだけど、2度目の改修工事でアメリカの強襲揚陸艦のような四角形に変更する予定とされており、この改修工事が完了すれば、外観からも明らかに航空母艦として認識できるようになると思われるんだ。ちなみに、飛行甲板の先端部の形状変更がなされていない現状でも、F-35 ライトニング 2B 型の発着艦は可能だが、アメリカ東海岸への開港時でも第二次改修は未実施の状態で認証取得に向かうこととなるぜ。SNS 上に公開されている動画を確認しても、F-35 ライトニング 2B 型は艦首部に向けてスルスルと短距離滑走を行い、既存の飛行甲板台形から、問題なく発艦していく様子が確認できるな。そもそも、
監視部の飛行甲板を台形上から四角形に回収する理由が不明瞭かもしれないね。その目的は、離発着に必要な面積を増やすというよりは、飛行甲板そのものの面積を拡張することで駐機スペースを隠して、F-35 ライトニング 2B 型の滑走距離を確保しつつ、必要な機数を駐機させるだけのスペースを確保することが目的と見られているよ。これは、航空母艦化改修が完了し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として出雲が運用可能となった場合でも、対潜哨戒対潜哨戒任務などにおいて SH-60J ヘリなどの運用を継続するために、必要な駐機スペースを確保しておくためとも言われているんだ。つまり、出雲型は単なる空母ではなく、哨戒拠点としての利活用など、複数の任務に対応できるだけの能力を持たせようとする多目的艦としての利用を期としているものと思われるよ。実際、イギリスの航空母艦クイーンエリザベスなどが装備しているスキージャンプ式の発艦装置を設けないことも、こうした出雲らの対潜哨戒能力の維持を狙っている現れかもしれないね。実は出雲型護衛艦、すでに対潜哨戒能力を有していることは、一般人にはあまり知られていないんだよな。出雲型護衛艦には、艦首部の水面下の部分に対潜哨戒用の大型のソーナー設備をすでに搭載しており、今でもすでに対潜哨戒能力を保持しているぜ。だけど、対潜哨戒設備を保有している都合上、さらに艦首部分を重たくすることになるスキージャンプ式の発艦装置の搭載は見合わせたとも言われているな。艦の重量バランスが崩れてしまうことを避けたとも考えられるよね。本来、F-35 ライトニング 2B 型の戦闘機としての運用を優先すれば、燃料や兵装を多く搭載しても離陸することが可能なスキージャンプ式の発艦装置を採用することが、最も運用効率には優れていると言えるよ。でも、海上自衛隊の事情では、出雲に多目的の任務を与えたいわけで、一種のジレンマを抱えているんだろうね。さて、この出雲、同型艦で2番艦の加賀も同様に航空母艦化改修が予定されているんだけど、こちらは実は出雲より早く、来年2022年からの第1回目の工事で艦首部の拡張を含む大改修が行われる予定となっているよ。加賀は、2024年にアメリカ本土の東海岸の基地に出向いて、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けると見られており、これを終えた後に航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用に入る見込みとされているんだ。そのため加賀は、出雲よりも先に空母としての実運用が行えるようになると見込まれており、2026年頃には F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用体制を構築することが可能となっているみたい。その後、2027年頃に出雲の運用体制の効率が完成し、海上自衛隊は晴れて2隻の空母を運用する一流の海軍国の仲間入りを果たす、というスケジュールとなっているようだね。出雲や加賀の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、その運用を海上自衛隊ではなく航空自衛隊が担うことになるみたい。航空自衛隊では、F-35 ライトニング 2B 型を42機を調達する計画で動いており、訓練拠点としての配備場所を宮崎県のニュータバル基地にすることを国が発表しているよ。加賀は広島県の呉基地を母港であり、ニュータバル基地は距離的にも理想的な位置にありますし、新設に向けて準備が進められている空母機離着陸練習場の予定地である、鹿児島県の馬毛島にも近いことから、訓練の効率化や南西諸島防衛にベストな立地と言えるんだよね。だけど、F-35 ライトニング 2B 型がニュータバル基地へ配備される予定だと公表されると、日本ならではのレフトウィング関係団体が行動を始めており、騒音の被害を名目にその配備反対を主張していることが報じられているよ。いつものように兵器が来れば攻撃される基地があるから戦争に巻き込まれる、騒音で生活権を奪われるなどと主張しているこれらの団体だけど、基地があり、精鋭の飛行隊がいるからこそ守られる国土もあるわけで、それに対する答えが一切ないのは何とも言い難い話だよね。先ほど F-35 ライトニング 2B 型の拠点とされる場所として紹介したニュータバル基地だけど、このニュータバル基地自体は季節の航空自衛隊基地であり、2021年時点でも F-15J イーグル戦闘機の1個飛行隊が配備されているよ。すでにある程度の離発着がこなされているわけで、常識的に考えても同期に比べ F-35 ライトニング 2B 型の騒音の方が激しいなどということは考え難いよね。すでに反対運動が起きていても叱るべきであろう、という問いかけに特定の団体閣議はどのように答えを返してくれるんだろうね。また、鹿児島の馬毛島でも地方自治体において反対派と賛成派が分かれており、反対派の市長が当選した西之表市は依然としてアセスメントの結果次第と、基地
ちの受け入れを自治体として同意したわけではないんだ。だが、自衛隊の拠点を置くことや、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練に使用するという決定は国が下ろした国防政策であり、どちらが優先かは誰の目に見ても明らかであろうと思うぜ。国を守るという当たり前のこと、これを無視して軍事施設が存在するから敵の攻撃目標にされてしまうのだなどと本末転倒な主張を繰り返す勢力には、問いかけたいことがいっぱいあるよね。例えば尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への中国の圧力に対抗するために、何か有効な代案とは何かとかな。中国に対して軍事的な圧力を行わないように訴えるとき、どんなことを訴えれば効果があるのかとかね。これらを提示する義務がなければ、ただの言いたい放題にしかならないわけだし、国に対して何かを求めるならば、自分たちだって求められたらしっかりと対応する、それくらいの矜持を見せてほしいものだよ。実際、航空母艦化が完了した後の出雲と加賀を見てみると、これが中国や韓国が言う軍事大国日本を意識させるものなのかは、正直言って疑問に思うんだ。領艦に対して、拡張工事を行ったとしても、F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は最大で十数機程度と見られており、航空戦力としての数値としては微妙だしね。中国の空母などは、その3倍以上の艦載機を搭載しているわけで、どっちが軍事大国なんだと聞けば、可愛い用事でも中国の方を指さすに決まっているだろうぜ。そんな中国に対抗するために、持たなくてもいいものを持たなければならなくなった感じだしね。日本の立場というものを、日本国民としてもしっかり理解しておきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシアのウクライナ侵攻も停戦どころかどんどん激化しているな。本当だよね。停戦協定の話し合いは何度も行われてるけど全然収まりを見せてない。ロシアのプーチンは鼻から停戦なんてする気がないんじゃないか。完全にウクライナを制圧するまでやめない勢いだぜ。そうだね。報道で現在のウクライナの状況を見るたびに胸が痛むよね。隣国同士なぜうまく付き合っていけないんだろうね。NATO も支援はしてるようだけど、ロシアを黙らせるまでの決定的な行動は起こせてないもんね。あのロシアのイカれた大統領が核をちらつかせる発言をしてるからな。周りの国もなかなか手を出せない状況だな。各国の経済制裁によってかなりロシアも苦しい状況には置かれてるんだろうけど、経済制裁が効いてくるのには時間がかかるんだよね。経済制裁でロシアがパンクするのが先か、ロシアがウクライナを完全に制圧するのが先かって状況になってるみたいだね。でもさ、似たような状況がアジアでもあるよね。中国と台湾だね。確かに似たような関係性になるね。このロシアの軍事侵攻が成功するか、失敗に終わるかで中国の今後の動きも変わってくるだろうね。中国はずっと台湾は中国の領土だと言い張ってるからな。中国の国家主席の習近平はかなり欲深い人だからね。台湾だろうが日本だろうが他国領土だろうが奪えるものは奪ってしまえと思ってる人だからね。報道はあまりされないようになったけど、チベットやウイグル自治区で行われてるような行為を、占領下で行われるとすれば非常に恐ろしいことだよ。ロシアのウクライナ侵攻は対岸の火事ではないってことだね。同じ共産主義の独裁国家だからね。ウクライナ侵攻がロシアが思い通りの結果を出すことができれば、中国も同じように台湾に無理やり侵攻し領土を奪ってしまおうと考えるのは必然だよね。NATO も国連もアメリカも結局何もできないじゃんとなってしまうからね。確かに最近中国の台湾に対しての圧力はひどいよね。そうだね。だから今回は中国と台湾の関係性と、それに対してアメリカがどういう対応を見せたか見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。最近の中国の台湾への圧力のかけ方はちょっとひどいよね。台湾的にはあまり相手にしないというか過剰には反応していないようだったんだけど、2021年11月台湾の設定する防空識別圏内に中国軍機27機が侵入してきたそうなんだ。27機も侵入してきたなんて台湾は焦っただろうな。かなりの数だよな。この飛行編隊の中には新型の空中給油機も初めて確認されていて、今後中国空軍が作戦範囲を広げ台湾への圧力がさらに増していくことが懸念されたんだよ。この事件は台湾の南西沖に設定している防空識別圏に、中国の戦闘機や爆撃機が侵入し、その半数以上の機が台湾とフィリピン間の、バシー海峡の上空を通過して台湾の南東沖まで回り込んで、中国側に向けて同じ経路をたどって引き返していったんだ。すごい挑発的な行為だね。でも給油機も同行していたってことは、長時間の連続飛行を考えていたってことだよね。何をしたかったんだろうね。関係者の情報では、給油機運輸20は中国空軍の、
従来の給油機と比べて給油量が3倍もあるらしいんだよ。そのことから考えても作戦範囲の広さと飛行時間はかなり余裕があったと取れるよね。台湾の軍事関係のメディアではこの給油機が多数、収益すれば中国空軍は遠征任務にもかなり強くなり台湾に対しても、かなりの軍事的な圧力がかかるようになると、懸念されてるんだよね。台湾の国防部はどのように捉えているんだろうな。台湾国防部はそのことは認識しているようで、今回の中国の行動については、中国の軍事力を知らしめるのが狙いではないかと考えていて、我々を徐々に消耗させて、中国にはこれほどの力があるんだということを、見せつけるための行動だったのではないかと考えているようだね。本当に中国の他国に対する挑発行為は子供みたいだよね。どうせこの台湾に対する挑発行為も一回だけじゃないんでしょ？そうだよ。2021年10月にも同じように台湾の領空内を飛行する事案は起きてるんだよ。10月上旬には50機余りの飛行機を台湾領空内に侵入させてきたそうで、それからも毎日のように数機から数十機を繰り出しては領空に侵入してるようなんだ。2020年度は400機ほどだったんだけど、2021年度は900機を超えているとも言われてるんだ。900機はえげつないな。台湾空軍もその度に、スクランブル発進してたんじゃたまったもんじゃないな。日本に対する挑発行為よりもひどいよな。こうやって少しずつプレッシャーを与えていくやり方だね。ちなみに中国は飛行編隊を台湾領空内に侵入させるのは、外交的なイベントに合わせて行われることが多いんだ。11月の侵入時にはリトアニアの公式外交団が台湾を訪問している時に行われたんだ。台湾とリトアニアがお互いの国に外交窓口を設置したのが中国側としては気に入らなかったのか、リトアニア外交団を歓待している最中に領空に飛行隊を侵入させたようなんだ。実際に習近平国家主席はリトアニアに対して、台湾と友好関係を結ぶのならリトアニアの大使館を引き払うとリトアニア政府に詰めたそうなんだ。本当に子供みたいなことするよな。本当だよね。でも年々台湾に対し圧力を強めている中国は、2022年はさらに過激な行動を起こすのではないかと言われてるんだよ。習近平が国家主席の座について2期目を満了するんだけど、2022年の党大会で同一人物2期までの慣習を無視して3期目も狙っているようなんだ。おそらく今の中国では習近平に逆らえる者はいないので、習近平の3期目は間違いないだろうね。そして台湾でも、与党の民主進歩党が統一地方選を控えているからね。台湾の軍事評論家も2022年は中国からの圧力はさらに増すことは間違いないと話しているんだ。でもさ、さすがに世界の警察アメリカがこれ以上の台湾に対する圧力は黙ってないんじゃないの？そうだよな、アメリカだって中国に好き勝手にやらしとくわけがないと思うぞ。そりゃあ当然アメリカが黙って見過ごすはずがないよね。オースティン米国防長官は、中国の度重なる台湾領空内への侵入行為は将来の台湾侵攻に向けた予行演習ではないかと見解を示してるんだ。アメリカがまず初めに取る行動としては、中国国防のトップとの対話の方向で偶発的な軍事衝突が起きないようにするための方法を模索しているようだよ。ほう、対話とはアメリカにしては少し弱腰じゃないか？そうだね、対中強硬派の前大統領のトランプ氏は、中国に対して毅然とした対応を取り続けてたんだけど、バイデン政権に代わり、台湾を中国から守るという姿勢は変わらないんだけど、あまりことを荒立てないように進めているように思うんだ。どちらが正解かは、はっきりは言えないけどバイデン政権は中国に対し、弱腰だと一部では言われているようなんだ。これじゃあバイデン政権の支持率は下がる一方だね。そんな弱腰で中国を抑えられるなら苦労はしないよな。アメリカがそんな感じじゃ中国がますます調子に乗るばかりじゃないか。もちろんアメリカもそれはわかっていて、あらゆる外交を駆使して中国を牽制する動きに出たんだ。実際に2021年10月その効果が現れたのか、中国の台湾に対する領空侵犯がピタッと止んだんだよ。この直前に開かれたアメリカ政府による記者会見で、我々の台湾への関与は揺るぎないもので、台湾海峡と、地域の平和と安全の持続に貢献していくと世界に向けて発表したんだ。このアメリカからの強いメッセージに中国側もアメリカの強い意志を感じたのかもしれないね。そしてもう一つ、このタイミングでアメリカのウォールストリートジャーナルが、アメリカ軍が極秘裏に台湾に渡り、台湾陸軍と合同訓練に当たっていると報道されたんだ。これも中国にとっては、アメリカからのプレッシャーになったんじゃないかな。さすがに、アメリカ軍と台湾軍が合同訓練しているとなれば、中国も迂闊には動けないよね。
中国ははっきり言えば台湾や日本のことは舐めているだろうね。いつでも侵攻し領土を広げてやろうと思ってるだろう。でも日本や台湾にはバックにはアメリカがついてるから迂闊には手を出せない。もちろん経済的にも軍事的にも急激に成長している。中国がいつアメリカをも超えてくるかわからないからね。その時にアメリカが守ってくれるとは限らない。やはり、今回のロシアの侵攻でもわかるように、自国は自国で守る力をつけていかなくてはならないと思うんだ。日本も変革の時が迫ってきてるんじゃないのかな。ロシアのウクライナへの軍事侵攻が一日でも早く平和的に収束することを願います。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。さあ、雑学の時間がやってきたよ。待ってたぜ。早速問題だよ。水中でガラスを切るとどうなると思う？ A 粉々に砕ける。B 削るように切れる。C 全く切れない。D 真っ二つになる。ガラスが切れるわけねえだろ。C だな。粉々に砕けるんじゃない？ A だね。それじゃあ答えの発表も合わせて解説するね。ガラスといえば、落としたり強い衝撃を与えると壊れてしまうイメージがない？少しの弱い衝撃でひびが入ってしまったり、食器なんかはすぐに壊れるよね。でも、ガラスは水中であればハサミで切ることができるって聞いたことない？なんと、水中だとガラスはハサミで切れるんだよ。どうして水中だと切れるのかが謎だよね。それはね、ガラスを水中で切ることである現象が起こっているからなんだ。その現象の名前はケモメカニカル効果と呼ばれるものなんだ。ガラスは酸素とシリコンが結びつくことにより構成されている物質なんだ。水にはその酸素とシリコンの結びつきを切る効果があるそうで、これをケモメカニカル効果と呼ぶんだ。普通にガラスをハサミで切ろうとすると、酸素とシリコンの結びつきが強力なため、ガラスが割れてしまう。でも、水中では結びつきが弱くなっているため、ハサミで削るように切れちゃうんだよね。ということで、問題の答えは、B。削るように切れるでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。現在、ロシアはウクライナに対して平和維持軍という名の軍事介入をすると決定したみたいだね。ついにロシアが動き出したってわけだね。前々からロシアとウクライナの関係性は危ういものがあったようだし、この決定も突拍子もないというほどでもないような。とはいえ、均衡が破られたという意味では、ある種の転換点となりそうだぜ。そうだね。これに伴い、ウクライナでは予備役兵や市民が、昨日も軽小銃を使って射撃訓練をしているみたいだよ。また、2022年2月26日にはキエフのマンションにロシアのミサイルが命中したらしいんだ。ウクライナの国防省は25日、首都キエフの予備役に計1万8000丁の銃を配布したと発表しているし、言うまでもなく、もはや止められないものとなっているぜ。さて、今回はそんなロシアとウクライナの一方を受けて、日本でこんなことが起こらないことを願いつつ、小銃射撃の極意について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、小銃の取り扱いで絶対に守らなきゃいけないことがあるんだけど、何かわかるかな？やっぱり暴発が怖いし、安全第一だから、戦場の敵兵以外、絶対に銃口を人に向けてはいけないってことかな。そうだね。銃っていうのは人の命を簡単に奪えてしまう凶器だから、取り扱いには十分すぎるくらい注意する必要があるからね。他には、撃ての亡霊がかかるまで引き金に指をかけないということだな。暴発を注意するには、そもそも引き金に指をかけないことを遵守する必要があるぜ。人の命を奪う道具だからこそ、安全第一をモットーに取り扱うことが重要なんだよね。それじゃあこれらを念頭に置いて、早速小銃の解説に移っていくね。まず自衛隊の小銃の概要について、自衛隊が使用している小銃は弾丸の直径が 7.62mm の64式小銃と、直径が 5.56mm の89式20式小銃となっているよ。64式小銃は、合計 7.62×51mm、9弾28入弾装、重量 4.3kg、全長 990mm、重心長 450mm、発射速度は分間500発となっているんだ。次に89式小銃は、合計 5.56×45mm、9弾28または38入弾装、重量 3.5kg、全長 916mm、重心長 420mm、発射速度は分間650から850発となっているね。20式小銃は、合計 5.56×45mm、9弾38入弾装、重量 3.5kg、全長 851mm から 779mm、重心長 330mm、
発射速度は瞬間の650から850となっているぜ。弾薬は 7.62×51mm と 5.56×45mm を使うよ。いずれも NATO 弾が使用されているんだって。ちなみに 51mm と 45mm は薬莢への長さを表しているぜ。89式小銃の命中精度は単射では射距離300メートルで方向を超えて標準偏差がとも29センチメートル以内とされているな。また連射では2メートル以内だぜ。このことは弾着が標準正規分布するものとすれば、射距離300メートルの目標に対し単射をした場合、確率として直径26センチメートルの円に射弾の半数は入るということだね。また連射でも2メートル70センチメートルの円内に入るんだって。このことから、銃そのものの命中精度が高いことがわかるよね。次に小銃の各部の名称を、図で示しながら簡単に説明していくよ。まず、A が銃口、B が小遠征帯域、C が足、D が小声、E が火筒、F が弾倉、G がスライド、H が小門、I が引き金、J が悪波、K が銃波、L が銃床、M が徒工となっているんだ。次に射撃姿勢について説明していくよ。小銃射撃で命中精度を上げるためには、姿勢が大事なんだ。厳格な姿勢で銃を確実に保持し、正しい照準で、冷静な撃発をすることで小銃弾丸は目標に当たるってわけ。照準を信頼して厳格な姿勢が取れれば、射弾をまとめることができるんだね。当然だが、熟練者の射弾散布は小さいぜ。このことが表すのはいかに姿勢が大事かってことだな。正しい姿勢は銃の群れを少なくすることができ、反動を吸収することができるからこそ、集弾率が上がるんだぜ。基本的な射撃姿勢を無視すると、射撃姿勢は命中精度が高い順に、足使用捨て打ち目打ち、随一、捨て打ち目打ち、図二、座り打ち図三、膝打ち図四、立ち打ち図五、腰打ち図六、突き打ち図七だね。防御中や攻撃中に敵との距離が遠い場合は、伏せ打ちから膝打ちもできそうだね。敵と近づくと当然のことながら、命中精度より迅速性が重視されるな。つまり射撃姿勢は状況に合った姿勢を選択することが重要ってわけだ。そういうことだね。右利きの人を例として、それぞれの姿勢について注意点を説明していくよ。まずは足使用伏せ打ち寝打ち。この姿勢は最も安定した命中率の高い姿勢となっているよ。体を地面に密着させ、銃の反動を真後ろで吸収するんだ。右手で悪輪を持ち、足を地面に押し付けかつ、銃を肩に引きつける方向に銃を引く。この際、引き金を引く人差し指は完全に力を加えないようにする必要があるよ。そして、左手で銃刃を確実に保持し、銃の上方向への振動を抑え、右目を照準線に入れるため、首は少し曲げるといいね。また、胸骨で銃を下に押すことで命中精度を上げることができるよ。次に伏せ打ち寝打ち。この姿勢は全身間でも停止してすぐに安定した射撃ができる姿勢となっているよ。地面に体を密着させ、左手で銃の重さを支える。右手は足使用伏せ打ちの時と概ね同じだね。圧力面圧測定フィルムプレスケールを服の肩に貼って、銃の反動を模擬して銃を後方に押すと、このフィルムは力が加わった場所が赤く変色するから、この変色模様を参考にして、射撃姿勢の点検ができるんだ。簡単に言うと、熟練者の模様と同じ模様になるように練習するってわけだね。理想は銃の方向と両肘、腰、両膝の位置が常に同じようになるように練習するといいね。ちなみに銃と背骨のなす角度は30から40度となっているよ。次は座り打ちと膝打ち。この姿勢は地形を利用するための姿勢だな。前に身を隠せる態度があるような場合は有効な姿勢となっているぜ。態度の形が良ければ銃を威嚇して安定した射撃ができるしな。座り打ちは両膝で両肘を挟み込んで銃の群れを止める。膝打ちは左肘を左膝に当てて銃を支える。この場合左右方向の安定が取りにくいから、膝より下に当てるようにする必要があるぜ。次に立ち打ち。この姿勢は全身間に探偵して行う姿勢だな。戦闘が予想される全身間。通常は銃を控え筒で保持するんだが、控え筒から速やかに射撃できる姿勢がこの姿勢だぜ。立ち打ちで肩から上は銃を伏せ打ちの体勢で保持し、右肘を水平近くに上げる人もいるが、図のように銃床を肩と腕で挟んで、銃の銃口周りの回転を抑えるのも有効だな。腰骨と肩骨を見ると、腰は目標正体に近く、両肩の開きは銃の方向に沿っているだろ。これが理想的だな。次は腰打ちだよ。この姿勢は、立ち打ちと同じく戦闘が予想される前進間の控え筒から速やかに射撃できる姿勢となっているの。迅速性が要求され、
命中よりも威嚇を重視した射撃を実施する場合にこの姿勢を取るんだって。この姿勢での射撃はもちろん連射だね。アキラモンを使う照準はしないで、ガンガン撃ちまくるよ。銃を概略敵型に向け、まず一発目の射撃の弾痕が手前の地面に落ちるように左手で銃を上から押さえる。次弾は、次々弾弾痕を目標方向に導くんだ。肩幅を立ち打ちの図と比べてみると、腰と両肩の開きは目標方向に開いた形になるね。次に突き打ちだよ。この姿勢は、敵陣内での射撃となっているの。この射撃の目的は敵に衝撃を与えることなんだって。この姿勢で重要なことは弾倉の交換で、迅速確実に弾倉交換をしなければならないんだ。隣同士で互いに射撃支援しながら、連携をとって弾倉交換を行うよ。撃ち方一つとっても、いろいろあってすごく勉強になるね。一つ一つ、状況に適した姿勢があって、ちゃんと意味があるんだぜ。スポーツにも精通することだが、姿勢っていうのは重要な要素だからな。そうだね。それじゃあ次に小銃の保持方法について説明していくね。伏せ打ちを例として図示していくけど、右手でアクアを持っていて、左手は開いて筆粒を掴んでいるよね。というより、筆粒を乗せる感じで保持するといいよ。そして人差し指を引き金筆粒にかけ、親指と他の3本の指でアクアをしっかりと握るんだ。そして、銃口の長期飛び上がることを抑え込むように下に押さえるとともに銃を肩に押し付けるよう引く。アクハの握り方は剣道の竹刀の持ち方と同じく手の内を使うんだ。つまり、3本の指、特に小指で引きつつ親指の付け根で押し、アクアに回転を加えることで、銃を下に押さえつつ肩方向に引くといいね。引き金と指の関係だけど、この関係には特に注意が必要なんだ。まず腕の号令で人差し指の第一関節の腹を引き金にかける。図形を見ながら説明するけど、第一関節と第二関節の間にかけてはいけないよ。引き金を第一関節と第二関節の間にかけると、引き金を引く方向が右に傾き、射撃姿勢によりますが銃口が右や左に向くからだね。次は撃発機構について説明していくよ。簡単に言うと弾丸が飛び出す原理についてだね。小銃の弾丸は薬莢と一体となっているんだけど、この一体になったものを弾と言うんだ。幽閉で薬室の中に押し込まれた薬莢の中の発射薬が爆発し急激に燃えて、ガス圧が急激に上がり、弾丸が押し出される。そして引き金を引くと月光が止めていた撃鉄を解放し、撃鉄が飛んで8球式小銃の場合は、回転して撃心に当たるんだ。撃心は、薬莢のお尻にある雷管を叩き発射薬を爆発させるってわけ。図銃を図示しながら引き金の引き方を説明すると、まず、射撃姿勢が完全であることを確かめるよ。これは暴発や弾痕不明撃った弾がどこに行ったのかわからないことにならないようにするため大事なことだからね。続いて切り替えレバーで、64式小銃は切り替え金でアイコール安全、タイコール単射、レイコール連射を選ぶんだ。ちなみに8球式小銃の場合は、アイコール安全、レイコール連射、3イコール3点制限点に、タイコール単射となっているぜ。引き金と指の関係で示したように人差し指の第一関節の腹を引き金にかけて、指が引き金に触った段階では、引き金と月光は、A の平常位置にあるんだ。この時点では引き金と月光は接触していないよ。B の遊びを引くの段階でこの遊びを一挙に引く。続いて、C の撃発前の絞りの段階では、照準線を維持しながら、引き金を徐々に絞ることになるよ。絞る時の力の入れ方は図11のように射撃姿勢ごとに異なるんだ。D の撃発の段階では、月光で止められている撃鉄は、引き金が絞られていき、月光から外れるよ。撃鉄はバネの力で撃心に向かって飛び、撃心が雷管を叩き薬莢の中の発射薬が爆発する仕組みだね。最後に引き金の絞り方だけど、さっきも言ったように、射撃姿勢ごとに引き金の絞り方は異なるんだ。というより、戦況に応じて射撃姿勢が決まり、その時の状況に応じて図11に示す絞り方をするってわけだね。敵と対峙している時の引き金の絞り方と、作業で基本射撃をしている時の引き金の絞り方が異なるのは当然だな。そういうこと。図12に照準線を維持しながら、引き金を絞る要領を示すんだ。伏せ打ち足使用を含むでいかに厳格な姿勢が取れていたとしても、心臓を止めることはできないし、風も吹くから、当然照準点は動くんだよね。照門を通して目標の青十字線に狙いを定めても照星は動いちゃうんだ。
ん？じゃあどうすればいいのかな？これは練習あるのみになっちゃうんだけど、動くパターン覚えて、目標中心に来ることを予測して撃発することが解決策なんだよね。また、撃発後も短時間は照準を続けて見送りを継続することが大事になってくるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。そういえば、鹿児島県の馬毛島に訓練施設ができるって話だったがどうなってるんだ？基地や訓練施設ができるのはあんまり、歓迎されないみたいだから進んでないんじゃないのかな。確かに他の県の前例を見ても基地や訓練施設が、設置されるのは地域住民などの反対で話がなかなか進まないよね。でも、馬毛島の訓練施設に関しては、ちょっと今までとは違うみたいなんだよね。馬毛島は、鹿児島県種子島の西方12キロの東シナ海海上に位置している小さな島で、面積は820平方メートル、周囲 16.5 キロの小さな島なんだけど、急にこの小さな島が話題に上がるようになってきたよね。その原因は日本とアメリカの日米安保条約に関連した施設整備計画が持ち上がったからなんだ。今回はその馬毛島と日米安保の関連性、中国の反応などを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。馬毛島が注目を集めたのは平成19年に硫黄島に変わる、当時の種子島、屋久島一市三町は議会で反対決議を行うなどして、地域としては受け入れを容認できない姿勢を示していたんだけど、その後も沖縄の普天間基地の移設候補地として検討されるなど、馬毛島は日本とアメリカの防衛基地としてその度に注目されてきたんだ。まあ、当然すんなりとは受け入れてもらえないよな。やっぱり地元に軍事施設ができるのはいい気がしないもんな。今でも基地がある周辺の地域では事故や事件も起きてるもんね。できれば地元には基地は作らないでほしい。が正直な気持ちだね。この話が持ち上がったのが、まだ平成時代のことだからね。地方自治体や地域住民が反対するのも無理はないよ。なんせ戦争を経験した人たちがまだまだ多い時代だからね。基地ができると、その地域が真っ先に攻撃を受ける可能性があるという、一部の人たちの主張にも説得力があったからね。そして何よりも当時と今の違うところは中国の動きだよ。当時から中国は尖閣諸島の領有権を主張していたんだけど、今ほど領海侵犯を当たり前のように犯し、大胆な挑発行為を行っていなかった。だから当時は、基地を作ることで隣国を刺激し、軍が攻めてくるかもしれないという考えがあったみたいなんだよね。でも、今となっては違うよな。中国が当たり前のように日本の領海を犯してくる時代だもんな。逆に基地がある方が抑止力になると思うぞ。うん。そうなんだよ。2022年に入り当時反対運動を行っていた地方自治体や地域住民が、その麻薬の行動を取るようになってきたみたいなんだよ。2021年頃から、馬毛島への訓練施設誘致を早く進めてほしいと、賛成決議を行うようになったそうなんだ。地方自治体や地域の人たちが中国の脅威を真剣に考え出したってことだろうね。皆がよく見るテレビの報道などでは、未だに反対意見が多いように取り上げられているけど、実はその麻薬で、地域住民は賛成派が多いということらしいんだよね。住民は、現実的に考えてやはり最近の中国の大胆な動きに脅威を感じてるんだろう。これは、ちょっと深掘りしすぎかもしれないが、一部の政治家や他の地域からいきなり現れ反対運動を先導している人たちがいるようなんだ。地域住民のふりをして、反対運動を行う活動家みたいな人たちだ。これは沖縄の普天間基地の反対運動でも同じような人たちがいたようだね。一部の政治家や一部の国民の中には日本の国土を守るのではなく、売ろうとするような人たちがいるってことなんだよね。アメリカと日本の軍事基地を作られて困る人たちか、中国寄りの思想を持った人ということだな。2022年2月には、鹿児島県種子島にある中種町の町長が、九州防衛局種子島連絡所を訪れ、馬毛島の自衛隊施設の早期推進を求める要望書を岸信夫防衛省宛に提出したんだ。同日、同じく種子島にある南種町の町長も、同連絡所を訪れて早期推進を促す要望書を提出。これで種子島にある3つの自治体のうち2つが足並みを揃え、
自衛隊施設の整備推進を訴える行動に出たんだ。なんで二つの自治体が足並み揃えて行動を起こしたんだろうね。それは、馬毛島は西之表市の行政区域であることから、是非を発言する立場にないとして明言を避けていた領長だったんだけど、西之表市議会が計画に賛意示す意見提出を可決したにもかかわらず現職の矢板市長が反対の姿勢を崩さないために、それに業を煮やした領長が行動に出たんだと思うよ。三つの自治体のうち二つは賛成してるんだろ。西之表市の市長はどう動くか今後見ものだな。そうだね。西之表市が今後どのようなリアクションを取るのか非常に気になるね。西之表市は市議会による設備賛成の決議を無視したまま、八板市長が反対の姿勢を崩さない状況が続いていて住民も二分されている状況になっていると言われてるんだ。朝日新聞社出身の八板市長はどう考えているのか？反対意見が住民の総意とは言えない状況で、どう動くんだろうね。うん、あの新聞社出身なのか。ちょっと察した。え、何が？どういうこと？今はまだ知らなくてもいいよ。それでもね、さすがに二丁の動きに焦りを感じたんだろうね。八板市長は苦し紛れの行動に出たようなんだよ。西之表市内にあるとされる40の団体に整備の是非を問うヒアリングを行うと発表したんだ。なんで今さらヒアリングなん？ヒアリングによって住民の意見を聞き、意見を集約して公表するということなんだけどね。はぁ？なんで今さらヒアリングなんだよ。自分の都合が悪くなったら住民に丸投げかよ。自分の意見はどうなんだよな。二つの小さな自治体としては自衛隊設備誘致に踏み切った大きな理由があるんだよね。それはやっぱり財源なんだ。国は防衛施設などを設置した自治体に対して交付金の名目で資金援助を行うことから、自治体としては財源が得られて独自の政策を行えるというメリットが大きいんだよね。やっぱりお金は大事だもんね。背に腹は変えられないからさ。うん。仮に自衛隊施設が馬毛島に誘致されたとするだろ。それに伴って交付される交付金や補助金は4つか5つの名目で交付され、億単位のお金が国から支給されるんだよ。それだけじゃないよ。自衛隊施設ができれば、自衛隊員がそこに住むことになるよね。馬毛島に自衛隊の宿舎や寮などが建設されればそこで働く人が増え、税収も期待できる。もちろんいろいろな施設ができればそれに対する固定資産税もあるよね。税収が乏しい小さな自治体にとっては、国からの補助金、交付金、所得税、固定資産税などの税収だけで自治体はかなり潤うことになるよね。そうだよな。基地ができればその家族も一緒に来るだろうし、若い世代も増えてお金も使ってもらえる。地元の商店も潤うことになるもんな。そうだよね。基地を作ろうと思えば建設の段階から、作業を行う人たちが滞在することになるもんね。その期間も考えれば経済効果は計り知れないね。そうだよね。これらのこともあって西之表市では賛成派の市議会議員や、団体からもこのままじゃ西之表市だけが置いていかれる、と危機感を訴える声が上がっていて、今からでも賛成に切り替えて西之表市にも自衛隊施設を誘致すべきとの意見が出始めていて、そろそろ西之表市も方向転換を余儀なくされてる状況なんだよね。あとは八板市長がどう動くか。ってところだな。日本の防衛にとって馬毛島に自衛隊施設を建設することは重要なことなんだ。護衛艦出雲、加賀の軽空母化に伴い、艦載機の訓練場所を確保しなくてはならない。アメリカ海軍の空母艦載機の訓練場所として活用することで、中国へのプレッシャーを与えることにもなり、抑止力にもなる。訓練施設とは言いつつも当然有事になれば基地として運用されることだろうから、尖閣諸島にわずか5分ほどで到着できる位置に基地があることで、沖縄を叩きたいと思っている中国にとっては大きな障害になる。今のままだと尖閣諸島周辺は中国のやりたい放題。中国にプレッシャーをかけ続けるために馬毛島に、施設を早急に建設する必要があると思うんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。はい。雑学の時間だよ。来た。今日はヘリポートについてお話しするね。ヘリポートに書かれているマークには H マークや R マークの2種類があるのを知ってた？この H マークや R マークにはどのような意味があるのか、どのような違いがあるのか、解説するね。まずは H マークなんだけど、これはヘリポートの頭文字から取ったものなんだ。H マークが書かれているヘリポートでは、許可申請を受けたヘリコプターが離着陸することができるんだ。ただ、H マークが書かれたヘリポートについては、どこにでも設置できるってわけじゃないんだよ。ヘリコプターが離着陸する際にかかる重量や負荷に耐えられる場所にのみ、
H マークのヘリポートを設置することができるんだ。さらに、安全に離着陸ができるように、ヘリポートの周囲にヘリコプターの飛行を阻害するようなものがある場合は、ヘリポートの設置はできないんだ。そのため、H マークのヘリポートは離着陸の負荷に耐えられる地面で、何もない開けた平地の真ん中などに設置されているんだよね。次に R マークの意味を説明するね。R マークは、実はヘリコプターが離着陸することができないんだ。そのため、R マークはヘリポートによく似ているけど、ヘリポートではないんだよ。R マークはレスキューの頭文字を取ったものであり、緊急救助スペースという意味なんだ。ヘリポートではなく、あくまでも緊急時の救助スペースであることから、ヘリコプターは R マークの上でホバリングしながら救助することになるんだ。R マークはヘリコプターの離着陸に耐えられないビルの屋上などでよく見かけるよね。ヘリコプターが救助に来たのに、離着陸の際に建物が崩れたりすると、二次災害が起きる可能性があるからね。この2種類のマークの意味から、最大の違いはヘリコプターが離着陸可能かどうかってことなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。おいおい、F-35 戦闘機の事故が起きたんだってな。嘘、マジで言ってるの？マジだよ、なんでも南シナ海沖で着艦事故を起こし海に沈んでしまったらしいぜ。結構な大事故じゃないか。F-35 の着艦事故が起きたのは本当だよ。南シナ海での訓練中に原子力空母カールビンソンの艦載機である F-35 が着艦事故を起こして機体は南シナ海に沈んでしまったそうなんだ。南シナ海沖なら中国にも近いだろ。大丈夫だったのかよ。もちろんアメリカとしては痛いよね。すぐに機体の捜索に入ったそうだけどどうなったんだろうね。今回はこの事故と中国の出方、ついでにアメリカと中国の関係性についても見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2022年1月、アメリカ海軍の最新鋭ステルス戦闘機 F-35 が、空母カールビンソンへの着艦を失敗する事故が発生したんだ。南シナ海での通常飛行中に空母の甲板に衝突した後に海に落下した。乗組員は大丈夫だったの？脱出したパイロットを含めて7名が負傷したという報告だったよ。最悪の事態にならなかったのは不幸中の幸いだね。南シナ海では訓練中だったのか？そのようだね。アメリカ海軍カールビンソンとエイブラハム・リンカーンが率いる空母打撃群は1月17日から23日にかけて西大西洋の沖縄南方の海域で日本の海上自衛隊と共同訓練を行い、23日から南シナ海で訓練を行っていたそうなんだよね。その翌日に F-35 の事故が起きたみたいなんだ。え？日本の自衛隊と共同訓練だったのか？結構珍しいことなんじゃないか。今回の訓練はアメリカ軍の空母が3隻も合流しての訓練みたいだったから、結構異例だったと思うよ。そんなに大々的な訓練だったんだね。この訓練にはアメリカ軍の原子力空母は合計3隻、地中海で中東任務についているハリートルーマンを除いた残り3隻が集結したようだね。この3隻は、横須賀に配備されたロナルド・レーガン、インド洋で作戦行動を終えて合流してきたカール・ビンソン、そして1月10日に母港サンティエゴを出港してきた、エイブラハム・リンカーンが日本近海に集結したんだ。これだけの規模の共同訓練は今までなかったかもしれないね。そりゃあかなり大規模な訓練じゃないか。訓練を行った場所的にも何か狙いがあったとしか思えないな。うん、やっぱりそう思うよね。もちろんそれはあるだろうね。ある国に対しての牽制だろうね。それは、この空母に随伴してた艦艇群を見ても想像できるよ。例えばカールビンソンが率いる空母打撃群には、強襲揚陸艦アメリカを主軸とする遠征打撃群と同型の強襲揚陸艦エセックスが布陣してたんだ。ちなみに、この二つの揚陸艦は他国の軽空母よりも大きく、むしろ軽空母と言っても過言ではないほどのスペックを兼ね備えているんだ。もう本番さながらって感じの艦艇群だったんだね。いつでもやってやるぞ。みたいな編成だな。もちろん、艦艇群だけじゃないからね。原子力空母に艦載されている戦闘機も気になるところだね。これらの空母に艦載されている戦闘機は、最新のステルス戦闘機 F-35 が艦載されていて、かなり強力な戦闘力が期待できるよね。やっぱりこれだけの打撃群を見ると異例の訓練と言えるよね。この訓練の目的として自衛隊の発表では、空母カールビンソン、エイブラハム・リンカーン、それぞれの空母打撃群と海上自衛隊護衛艦ヒューガが、沖縄南方のフィリピン海上で共同訓練を行ったことを発表し、
この共同訓練に関してアメリカ海軍も公式コメントを発表していて、自由で開かれたインド太平洋地域を守るため海上自衛隊の護衛艦と共同訓練を実施したと発表したんだ。まあアメリカ軍の公式発表は建前ってやつだろうけどな。でもこの時期ってことは牽制する相手は中国だけじゃないみたいだよね。あの、かまってちゃんの国も関係してるんじゃないの？おお、今日はなんだか冴えてるじゃないか。その通りだね。この時期北朝鮮が大陸間弾道ミサイルをバンバン撃ってた時期だよね。2017年に空母ミニッツ、セオドア・ルーズベルトがアメリカから来訪し、横須賀を母港にしているロナルド・レーガンと合流し日本海で軍事演習を行ったんだよ。実際にその時、北朝鮮はピタッとミサイルの発射実験を中断したそうなんだ。軍事演習をすることで牽制することに成功したってことなんだね。確かにあの当時はほんと毎日のようにミサイル飛ばしてたもんな。さすがに軍事演習見てこれはやばいと思ったのか？この時はアメリカ軍の空母打撃群が集結したことでミサイル発射実験を取りやめて、韓国との対話協議に転換したという経緯もあるんだよ。韓国も一応同盟国だからね、あんまり挑発を繰り返すのはまずいと思ったんじゃないかな。2022年のアメリカの空母の集結も中国というよりも、北朝鮮への警告的な意味があるんじゃないかと言われてるんだ。2022年になって北朝鮮のミサイル実験は連日行われ、挑発行動を繰り返してるんだよね。北朝鮮のキム・ジョンウンは、核実験、大陸間弾道ミサイルの発射実験を、中止することはありえないと強硬姿勢を示してるんだよ。この強気な姿勢はアメリカをなんとか交渉の場に引きずり出したいという思惑が見え見えなんだよね。しかし、この北朝鮮の挑発行動に対してのアメリカの回答は、空母打撃群の集結という挑発には乗らないというさらに強気な姿勢を見せたんだよ。本当に相変わらずのかまってちゃんだな。かまってほしいから目立つように悪いことするなんて子供と一緒じゃねえか。もちろん今回の共同訓練は行われた場所を考えても、北朝鮮に対するものだけじゃないのはわかるよね。日本周辺だけじゃなく南シナ海、フィリピン海域でも行われたことを考えると、中国に対しても何らかのプレッシャーを与えたのは間違いないと思うんだ。実際に今回の共同訓練は2017年の演習とは違い韓国海軍には及びはかからず、日本の海上自衛隊にのみ及びがかかっていたという点でも、中国への警告が目的だったのではないかと推測できるよね。そうだな、北朝鮮への圧力と考えるならば韓国は呼ばれるだろうしな。でも、せっかくの中国への牽制目的の共同訓練だったんだけど、アメリカがやらかしてしまったんだよね。それが今回の着艦事故なんだよ。よりによって中国の潜水艦が頻繁に潜航している南シナ海で、機体を沈めてしまうというのは大失態だったよね。戦闘機といえば軍事的な機密もたくさん詰まってるだろうからね。中国に見つけられると厄介だよね。そうだろうね。この事故が起きたことをアメリカ海軍も公式に認めていて、アメリカ海軍第7報道官がアメリカ海軍は回収準備を進めている、と機体の回収作業に取り掛かっていることを明かしたんだ。最新鋭の戦闘機となると機体そのものがブラックボックスと言えるからな。他国に先に見つけられるのは非常にまずいよな。もう回収済みという報道もあれば、まだ機体を発見できてないという報道もあり、情報が錯綜している状態なんだ。この事故に対しての中国の動きはどうなってるの？それは気になるところだよな。中国から今回の F-35 の事故に関しては正式なコメントは発表されてないんだけど、中国共産党中央軍事委員会の機関紙解放軍報が論評を掲載していたよ。それには張り子の虎では人を驚かすことはできず、わずか半年の間にアメリカ軍は原子力潜水艦を破壊し先進的な戦闘機を墜落させた、と述べていて、欲を出して失敗する行為はすでに国際的な笑い者だと挑発するような記事を載せてるんだ。こりゃ結構挑発的なコメントだよな。全世界に発信したわけじゃないだろうが、アメリカの耳にも当然入っているだろうからな。中国の機関紙の煽りはこれだけじゃなく、南シナ海の海は美しく静かな海なのでアメリカ軍はゴミを海にポイ捨てしないでほしいとさらに煽っていたよ。F-35 戦闘機をゴミ呼ばわりとは、すごい挑発的だね。まあ、F-35 戦闘機のことをゴミと揶揄しつつも、最新鋭ステルス戦闘機の情報は喉から手が出るほど欲しいだろうね。
実際にこの事故から数日間、南シナ海では中国の潜水艦が、現場周辺を頻繁に潜航していたことが確認されてるんだ。結局、F-35 の情報欲しいんかい。でもアメリカ軍からすれば気が気ではなかったはずだよ。中国に機体を発見され先に回収されるなんてことは絶対にあってはならないからね。しかし、南シナ海は最大水深5000メートルもある海域なので、作業は難航してるという噂だよ。実際にイギリスの戦闘機が事故で海中に沈んだ時は、機体捜索に2週間、回収作業に5ヶ月もかかってしまったみたいだよ。いずれにしても、中国に機体を回収されるわけにはいかないから、回収がどうしても困難な場合は機体を爆破して機体を粉々にすることも考えられているようだよ。なんとか、中国だけには回収されないことを願うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。さあ、今日も雑学行ってみようか。わーい。今日は何の話を聞けるのかな？今日はパフェとサンデーの違いについてお話しするね。まずはパフェについて解説するよ。パフェというのは、1910年から20年代にフランスで作られたフルーツのムースが元祖なんだ。パフェという言葉自体にも意味があり、これ以上は存在しない完璧なデザートという意味が込められているんだ。フランス語で完璧なを意味するパルフェが語源となっており、やがて世界へ広まっていったんだ。次はサンデーについて解説するね。サンデーは1890年にアメリカで誕生したデザートだと言われているんだ。由来としては日曜日に売られていたことから、サンデーと呼ばれていたそうなんだ。しかし、日曜日はイエス・キリストの安息日だったため、そのままの名前が使われることは不謹慎とされたんだ。そのため、英語の綴りではサンデーとは書かずにサンダーと書くみたいなんだ。結局、パフェとサンデーの違いは何かというと、フランスで生まれたものがパフェで、アメリカで生まれたものがサンデーという違いがあるだけみたいなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。日本の護衛艦たちも着々と配備が整えられ始めているね。加賀や出雲、日本を代表する艦隊の力で、中国に対する抑止力にしなきゃね。いつことが起きても対応できるようにしないとな。アメリカとの連携も必須だぜ。日米の力があれば敵なしだもんね。そうだね。さて今回はそんな加賀の改修工事、出雲の合同訓練について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月末、出雲は第一段階の改修工事を終えた後、横須賀の自衛隊基地に一旦帰投したんだけど、翌7月に岸信夫防衛省は年度内中に米海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機との訓練を実施するとほのめかしていたよ。F-35 ライトニング 2B 型の訓練の内容は非公開だけど、一時改修工事で出雲には飛行甲板の耐熱処理が施されているから、おそらく F-35 の離発着訓練だろうと予想されるね。続いて9月1日、米海兵隊のバーガー総司令官から2021年11月内までに、F-35 ライトニング 2B 型を使用して出雲への離発着訓練を行うという内容を発表したんだ。岸防衛省が発表前にワシントン本部があるアメリカのシンクタンク、CSIC センターフォーストラテジック&インターナショナルスタディーズ日本語戦略国際問題研究所の質問に対して、バーガー総司令官が語ったよ。ちなみに CSIS とは、ローリタウン大学に属したシンクタンクの一つで、中台関係やアメリカ日本台湾関係の研究拠点であり、トランプ前大統領が所属する共和党に大きな影響力を持っているぜ。総司令官は出雲では、米海兵隊の F-35 ライトニング2が、常に離発着訓練を行わなくてよいと言っており、2021年横須賀に寄港したイギリスの航空母艦クイーンエリザベスとの違いを改めて突きつけようとした可能性もあるね。このクイーンエリザベスには、F-35 ライトニング 2B 型を艦載する英空軍と米海兵隊の飛行隊が収容されているし、両国の部隊は同じ母艦を使用するクロスデッキ運用を実施しているんだ。アメリカのバーガー総司令官が上記の発言をした理由は、クイーンエリザベスでの F-35 ライトニング 2B 型のクロスデッキ運用と、今回の出雲での離発着訓練を混同しないように留意させようとしたからに違いないよ。クイーンエリザベスと出雲では格が違うと言いたかったのかと邪推してしまうんだけど、別の表現をすれば、勘違いするなと釘を刺したとも捉えることができるね。バーガー総司令官は同時に、アメリカと他国との軍事同盟についても言及しており、ヨーロッパでの NATO 諸国とは異なり、インド太平洋では日本を含めて韓国、オーストラリア等と個別の同盟関係を結んでいるため複数国で連携することの難しさも指摘しているんだ。このような前提があって、
米国政府は自国が推進しているアメリカ、日本、インド、オーストラリアの4カ国によるクアッド体制の確立に注力しているってわけ。クアッド体制を、 NATO に準じるインド太平洋地域での集団安全保障体制へ進化させたいというのが現在のアメリカの世界戦略と予想できるが、若干ことを急ぎすぎている感じがあるのら否めないな。この NATO システムは旧ソ連とその配下にあったラルシャラ機構という共産主義陣営の軍事的脅威に対抗するため、西側諸国が築いた安全保障体制を意味するぜ。知っての通り、1991年世界の半分を支配していたとされるソビエト連邦は崩壊して、その歴史的事件によって、NATO の存在理由もかなり弱くなっていたが、現在はロシアが旧ソ連以上に強権的な政策によって周辺国に影響を与えているよ。NATO はロシアの行動に対抗すべく再び結束を強めているが、一方のインド太平洋地域に目を転じると、中国の軍事的台頭という実態もあり、周辺国の多くが経済的に中国に依存せざるを得ない状態だというのは否めないね。そうなってしまうと、この地域で NATO のような団結を促すことができたとしても、現実的でないと言えるだろうな。オーストラリアは良い例であり、今でこそ新型コロナウイルスの問題で、中国を脅威とみなしている国であるが、もともと最大の貿易相手国は中国であり、現にこれまでの政権の巨大なチャイナマネーに依存する政策を取り続けていたのら事実だぜ。また、インドと中国との間に国境紛争など火種が多数あるとはいえ、軍事的にはロシアとの結びつきが非常に強い国であり、クアッド体制の要とも言っていても、簡単にアメリカに従うとは思えないな。クアッドの中でも中国を最大限に警戒はしているのはインドとなっているけど、完全に中国包囲網に加えることができないのではないかと見られていて、自国で主催している日米との合同軍事演習マラバールへオーストラリアが常に参加することを認めていないんだ。要するに、中国との関係を完全に軍事的敵対までの事態にならないように逃げ道を作っているとも受け取ることができ、中国の軍事拡張は嫌だが、経済的つながりとウィンウィンの関係でいきたいということがわかるよね。また、インドはアメリカや日本、オーストラリアの3カ国が思うほど、クアッド体制に参加することを得策と考えていないみたい。話を出雲に戻して2025年予定の2度目の改修工事で艦首部分の形状変更を含む残りの大改修を行うわけだけど、その前に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機運用の認証を取得する必要があるよ。実際にクイーンエリザベスでも行われたんだけど、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にする艦艇には絶対必要なテストであり、約1ヶ月ほどアメリカ東海岸まで出雲が直接航海して行って、テストを受けることになっており、F-35 を乗せるだけで色々と面倒な手順を踏まなきゃならないんだ。出雲の同型艦の2番艦から2022年に改修工事の大半を実施予定なので、出雲より早く形状変更がおられてはずだが、F-35 を艦載機にする適合テストを受けるのが2024年の予定となっているぜ。航空自衛隊では F-35 ライトニング 2A 型の実戦配備を進めており、出雲加賀用に B 型の購入予定であり、日本への運輸されるのは早くても2023年以降となっているね。いずれにせよ、様々なことを考えれば、この2艦が航空母艦として実戦配備されるのらそこからもっと数年先になると考えて間違いないだろうな。いろいろ配慮しなきゃいけないことがあるし、すぐに万事手配できるわけでもないよね。2艦の艦隊内部の格納庫など、最終的な区画整備については、米軍や F-35 の他国での運用実績を考慮して決める予定なので、今回のクイーンエリザベスもその対象になっているよ。近い将来、F-35 ライトニング2のステルス性能さえ探知できるレーダーが登場すると考えられており、有効な戦力と期待される F-35 が短命におらるのではないかと危惧されている説もあるな。第6世代戦闘機とされる F-2 戦闘機の進化版次世代戦闘機も、収益が2035年前後になると考えると、ステルス性能の探知技術の進展が大きな影響を及ぼすだろうし、とても心配なことに変わりはないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、これ、ホワイトタイガーについてだよ。あら、かわいいじゃないの。ほんとだな。まずは、ホワイトタイガーの説明なんだけど、ホワイトタイガーは正確にはベンガルトラの白変種で、野生では見ることができなくなってしまったほどの珍しさなんだよね。へえ、そうなんだ。確かに、普通のトラはよくテレビで見かけるけど、ホワイトタイガーは動物園でしか見たことないよね。それはそうと野生のトラで思い出したんだけど、
虎の話もいいかな？ええー、野生において狩りは大事だよね。狩りできなきゃご飯食べれないからな。そうなんだよね。でも野生の虎は狩りの成功率が 10% ほどしかないらしいんだよね。やばいじゃん。しかも狩りのキャンセルは1、2回しかないらしいぜ。なおさらやばいじゃん。僕だったら1日食べないだけでももう死んじゃいそうになっちゃうよ。野生の世界は弱肉強食だからな。そんなに甘くないのよ。なら僕の今日の雑学は終わりだよ。最後まで見てくれてありがとう。また明日の動画も見てね。寝てね。ガオー、お腹ペコペコだよ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 。韓国開発のステルス戦闘機 KF-21 ポラメについて、みんなはもう知っているかな？韓国発のステルス機なんて全然期待していないけど、どんなものかは気になるよね。そんな KF-21 ポラメの性能が明らかになってきたみたいだよ。韓国は情報の盗用から、製造のずさんさ、整備のいい加減さにわたって、いい噂は全く聞かないからな。F-35A 戦闘機なんかの情報を盗んでないといいがな。あとはきちんと飛ぶかどうかだよね。一応6月には飛行テストも行われるみたいだよ。さて、今回はこの KF-21 戦闘機ポラメを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国が国産戦闘機と銘打って、韓国航空宇宙産業会が開発を進めている KF-21 ポラメについて、韓国の中央日報電子版が北東アジア最強の潜在力を持つとした記事を公表しているよ。それによると KF-21 については、世界最強のステルス戦闘機とされるアメリカ空軍の F-22 ラプターと似ているとし、韓国空軍で未だ1970年代の F-4 ファントムや、F-5 タイガー韓国用は KF-5E、F タイガー2などの第3世代ジェット戦闘機を運用しているんだけど、それらに加えて第4世代の F-16 ファイティングファルコン韓国用は KF-16 とも交代させる見通しとしているようだね。この記事が正確なものであるとするならば、KF-21 は現時点で2026年6月から配備を開始する予定とされているため、韓国空軍は F-22 と同じ第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めながら、F-4 や F-5 の運用を続けていくことになり、つい先日死亡墜落事故を起こした KF-5 をこの先5年以上も現役として飛行させるつもりであるってことになるよね。どうするかはわからないけれど、中央日報の記事では、KF-21 には国内開発の、AESA 能動型電子操作アレイレーダー、EOTOP 光学追跡装置、IRST 赤外線追跡装置、EW スーツ統合電子線装置システムを搭載するとして、韓国の国防科学研究所 ADD が開発、ハンファシステムズ社が製造した、AESA は、中国やロシア製のレーダーと比べて性能が優れているとしているんだって。比較して自分たちの方が優れているっていうのは、韓国の常套句だよね。その話も眉唾ものだけど、
反ファシステムズ社は、イスラエルのエルタシステムズ社の支援によって、エーサレーダーのハードウェアを完成させたとされており、完成後にイタリアのレオナルド社の技術支援を受けて、フライトテストベッドのボーイング737に搭載されて実施されたとされ、今後は同様に737を用いたレーダー試験が韓国国内で予定されているとしているんだ。エーサ、電子光学追跡装備、赤外線捜索追跡装置、統合電子線装置に関して、韓国は2015年頃アメリカにこれらの技術支援を申し込んだんだけど、以前アメリカから導入した F-15K において、禁じられていたブラックボックスのうちの一つである、暗視装置を分解したことがアメリカ側に発覚しただけでなく、対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車関連技術などアメリカから導入した兵器から数十種類の技術を無断で盗んでおり、そのため技術移転を拒否されたと見られているよ。そのためかヨーロッパ諸国の有力戦闘機メーカーにおいても韓国からの技術支援要請が拒否されているなどの報道が伝わっていて、韓国国内では防衛事業庁の責任問題に発展していたんだって。エーサ能動型電子操作アレイレーダーとはいわゆる火器管制用のアクティブフェーズドアレイレーダーのことだな。アメリカではノースロップグラマン社製で F-35 に搭載されている AN/APG-81、そして F/A-18E、F スーパーホーネット搭載のレイゼオン社が開発した AN/APG-79 などが短距離ルックアップモード 150km の性能で、F-22 に搭載されているノースロップグラマン社とレイゼオン社が開発した AN/APG-77 では短距離 250km とされているぜ。日本では1980年代から1990年代に短距離 110km の J-APG-1 を開発しているんだけど、これは初めて量産機 F2 戦闘機に搭載されたエーサであり、現在は技術研究本部においてさらに小型化と、短距離百数十キロメートルへの延伸を目指す J-APG-2 の開発が進められているよ。そして、中国では2000年に KLJ-7 と呼ばれるエーサを実用化しており、これの短距離は 110km で現在はより高性能な KLJ-7V2 が製造されているとされ、ロシアにおいては最新鋭の第5世代ステルス戦闘機スホイ57に搭載されている N36 ベルカと呼ばれる高性能、エーサでは短距離 400km とされているんだ。これまで、エーサを自国で開発したことのない韓国製レーダーは、これらよりも高性能であるとされているらしいけど、2019年9月27日の中央日報日本語版では短距離は 110km 以上と報じていて、2022年2月から実施が予定されている性能テストの結果が気になるところだよね。どうせ大したことないんだろうけど、他の光学追跡装置、赤外線追跡装置、統合電子線装置については、防衛事業庁では韓国で生産した経験があるとして国内開発が可能としているけど、進捗状況などについては何も情報が伝わってはいない状況だよ。また、2020年2月に反ファシステムズ社が KF-21 に地形追従、地形回避システム TF-DA を組み込むために、イスラエルのエルビットシステムズ社と契約。これにより視界が悪い悪天候でも低高度において安全に飛行及び操縦できるようになるほか、敵の領土内でもレーダーに検知されずに行動することができるようになったと発表しているんだけど、これによって2019年9月時点で発表された国産化率 65% という数字がさらに低下すると見られているよ。国産化率においては何よりもエンジンをアメリカのゼネラルエレクトリック社グループの GE アビエーション社製の F414GE400 エンジンを導入することが決まっているため、純粋な国産戦闘機とはならないことが決定しているし、今更何パーセントになろうと問題はないんだろうけど、機体を構成する様々な部品が外国製品では製造価格やメンテナンス費用が高騰する恐れがあるとされているね。そして中央日報の配信記事では KF-21 のステルス性能について触れ、海波レーダーに探知される面積 RCS の解析及び試験で航空機の形状を最適化した、低飛探知性を達成するために各2個の垂直及び水平尾翼、ひし形状の主翼と空気吸入口などをステルス戦闘機形状に設計したとしているよ。しかし、中央日報では先の配信記事と同じ日付の別の配信記事で、2021年4月の出庫式後に分解され謎を呼んでいた試作1号機が再び組み立てられ、12月29日に2階の格納庫から引き出されてお披露目されたニュースを伝えているんだけど、
こちらには機体の形状変更が行われたとは書かれておらず、会談話の信憑性が疑われているんだ。さらにステルスに必須の内部武装クラも必要に応じて製造できるよう準備したと海側が語ったとしているが、これは裏を返せば現状ではウェポンベイ内部武装クラがなく、ミサイルなどは翼下など外部に装着することになり、ステルス性能は格段に落ちるということなんだよ。そして防衛事業庁関係者団として現況でも FA-18 より RCS は小さいと紹介した上で、KF-21 の RCS は1平方メートルより小さく、一般的にステルス機能があるとみなされるので純ステルス機だと主張しているんだけど、その RCS はユーロファイタータイフーンと同程度の 0.5 平方メートルと言われているよ。この中央日報の論理では、第 4.5 世代とされるユーロファイタータイフーンもステルス機となり、日本の F2 戦闘機も RCS が 0.9 平方メートルなので純ステルス戦闘機と言えることになると指摘する声があるのも確かだな。その他2021年8月13日に、韓国の東亜日報がレーダー波などの電波を吸収する塗料が開発されたと報じていて、KF-21 の試作機に使用して検証するとされているんだけど、どんな戦闘機でもステルス機にしてしまう画期的な塗料を、なぜすぐに現有機で試験を実施しないのかと怪しむ声も多いんだ。KF-21 の開発に関してはまだまだ他にたくさんの不可思議な報道が韓国から発信されていて、何が真実やら判断がつかない状況であり、実機が飛行したとの報道がない限りは共同開発のインドネシアからも評価されることはないであろうと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは俺の雑学の時間だよ。待ってました。おいおい、そんなに怒るなよ。前回の約束だろ。わかってるよ、怒ってないよ。今回だけだからな。なら雑学に入るよ。子供から大人まで愛される、イクラについてだよ。みんなはイクラは好きかな？僕は大好きだよ。俺も好きだ。そんなイクラの天然のものと人工のものを、見分ける方法を知っているかな？わかんないや。なら説明していくよ。その方法は、イクラをお湯に入れるだけだぜ。え、そんなのでわかるの？わかっちゃうんだな。お湯に入れたイクラに変化がなければ、人工のイクラで、天然のイクラの場合は白く変化するらしいんだ。今度回転寿司に行った時にしてみてもいいと思うぜ。へえ、試してみよう。僕の中の知識が知りたいと言っている。豆知識博士のお前でも、このネタは知らなかったようだな。違うもん。他のネタ用意して譲っただけだもん。っていうかあいつはどこに行った？話そらしやがったなこいつ。と、まあ今回の雑学はこれで終わりだぜ。みんなも、試してみてね。また次の動画で会おうね。バイバイ。それにしても何してたんだよ。あ、僕？イクラの話してお腹空いたからイラク料理食べてきた。全然関係ないし、そもそもイラクまで行くなよバカ。何言ってんの？似てるじゃないイクラとイラク。もう自由すぎる。それじゃあまたね。